今日はここまでまだヒットがない2打数ノーヒット。古巣相手にこの 0-0 のスコア1本出すかどうか金城です。ファーストランナーを変えて松本、セペダに変えて松本です。外野は前に守備位置を取っています。この回は今のチェンジアップがかなり多くなっています。試合の前半はあのチェンジアップの抜け具合が心配されていたんですが、この中盤から終盤ここに来て本来の抜け具合になっています。アウトコースは外れました。打球はどうでしょうか。スタンドに入りました。金城モスコーソついに捕まりました。元チームメイト金城にホームランを打たれました。今シーズンの第1号、そしてこれがジャイアンツ移籍第1号はスリーランホームランです。3対0、これがチーム今シーズン6本目のホームランが貴重な先制のスリーランホームラン金城です。ついにモスコーソが捕まりました。思い切って引っ張っていきました。ここまでゼロに抑えていた